グラディアトゥール賞はフランスのパリ・ロンシャン競馬場で行われる競馬の競争。フランスでは最古の歴史を持つ重賞。19世紀の半ばから20世紀半ばまでの約1世紀にわたり6200メートルの長距離重賞としてフランス競馬界で特徴的な競争だった。現在は長距離 G1 のカドラン賞の前哨戦の位置づけにある。2016年現在は G3。本校ではフランス語のグランプリの訳語を対象で統一する。資料や役者によっては対象点とする場合もある。バレー表記はすべて新基準も、ともとはグランプリとして創設された競争で、古い時代の競争で、単にグランプリというと、この競争を指す。現在の競争名になっているグラディアトゥルは19世紀のフランスの名馬で、 1865年にフランス史上初めてイギリスのダービーを勝ち、史上2頭目の英国三冠馬となった。グラディアトゥール自身は1866年に本競争に優勝しており、これを記念して1869年に従来の競争名を改め、グラディアトゥール賞となった。それまでの本競争の名前は19世紀におけるフランスの国体の変遷を反映し、 王室大将、祖国大将、帝国大将、皇帝大将と次々と名を変えていた。1836年にフランスダービーが創設されて以降30年の間に5頭のダービー優勝馬が本競争に優勝していることにも現れているように19世紀半カバまではフランス国内でも重要な競争だった。1857年に距離が6000メートル級に 延長され、およそ一世紀の間この特徴的な長距離が維持された。一方、1860年代にロワイヤルオークショーやパリ大賞が創設され、その後、フランスダービー馬の優勝は3等にとどまり、1909年の C6C6 を最後に100年以上現れていない。近年は旅重なる距離短縮によって3100メートルとなり、王子の半分の距離となったが、 それでも現代の基準では長距離の部類に入る。2012年時点では、秋の長距離 G1 のカドラン賞の前哨戦として行われている。2012年時点でのもの、57キロ、ヒンバー1キロ減、G レース入着なしは1キロ減、G1 カチウマは3キロ増、G2 カチウマは2キロ増、G3 カチウマは1キロ増。総賞金8万ユーロ創設者、 ナポレオン一世フランス競馬のルーツは17世紀まで遡ることができるが、当時は貴族や王族の余興として不定期に行われているに過ぎなかった。1806年、ナポレオンは、騎兵の育成の観点から競馬の価値を認め、直例を出して初めて体系的な整備を行った。フランス革命によって散逸した馬資源の再収集を図ったとされている。 これにより、最高の競争として創設された、対象が本競争の創始である。ナポレオンは、フランス国内の馬産地ごとに、競馬場を定め、このほかパリのシャンド・マルス競馬場を指定した。出走できるのは7歳から9歳のフランス産のボバ、ン馬とした。各地の競馬場では、が行われ、各競争の優勝馬3頭を集めてが行われた。そして、 パリのシャンド・マルス競馬場で各地の代表馬を集めて4000メートルの競争が行われた。4000メートルはちょうどシャンド・マルス競馬場を2周する距離で一着賞金は4000フランだった。これがグランプリすなわち本競争の創始である。競争馬の確実な改良を担保する方法として、これらの競争の賞金の受け渡しにはユニークな規定があった。 ある競争に優勝してもすぐには賞金がもらえず、それより上のランクの競争に出走し、それを書類で証明しなければ賞金を受け取れないというものだった。つまり各地方の優勝戦に勝って獲得した2000フランを受け取るためにはパリのグランプリに出走する必要があった。こうした取り決めによって、 格上の競争は常に高いレベルの競争場によって行われるように計画されていた。しかし実際にはこの計画は意図通りには機能しなかった。例えば1807年にはパリでのグランプリに集まったのは2頭に過ぎなかった。1814年の開催に至っては出走1頭の単走だった。ピレネーやモルビアンなど5つの馬産地はパリから遠く、 20日を要したのである。これらの規定と指行は、官僚的特質を豊富に持っていたものであり、娯楽を求める監修や、実際の生産者にとっては、おしきせがましい生産症例だった。長距離とペースこの時代、4000メートルの最低標準走破時間は6分10秒、7歳馬の負担重量は62.5キログラムだった。約200年後のカドラン賞の2011年の、 優勝タイムは4分30秒である。この走破時間の差を、そのまま当時と現代の競争場の支出の差とするのは、総計である。というのも、当時の長距離競争は現代とは違い、非常にゆったりとしたペースで行われていた。スタートしてから、ゴールまで、残り数百メートルの位置まではゆったりと走り、最後の200メートルから400メートルで初めて、スピードを上げた。 スタートしてから一定の速いペースで走り、ついていけないものは脱落するという現代的な競争はアメリカの影響によるもので、当時の馬の持久力とは今日において意味するスタミナではないことは明瞭であり、どちらかというと、経済速度における耐久力を試みするものだったと考えられている。ナポレオンの失脚による混乱によって、1815年からしばらくの間は、 競馬が中止になったが、ルイ18世が即位して王政が復古すると、1819年に競馬が再開された。後を継いだ、シャルル10世もまた競馬に傾倒した。1828年の優勝馬ビットリアは、シャルル10世の王大使アングレーム公爵の生産馬だった。公爵の生産馬は、過去6年の対象のうち5回を制していた。一方、後に、 フランスの馬主改良奨励協会の会長となるヘンリー・シーモア・コンウェイ卿はフランス生まれのフランス育ちだが国籍はイギリス人で親から受け継いだ資産でイギリスから次々と名馬を購入しては競馬に使い当時のフランスを代表する馬主として知られていたすでに馬主として名声を手にしていたシーモア・コンウェイ卿だったが対象は まだ勝ったことがなく、どうしてもビットーリアを任さなければ、自尊心が許さなかった。そこで、シーモア・コンウェイ卿はイギリスから、グッドウッドカップの優勝馬リンクボーイを購入して、ビットーリアに挑んだが、敗れてしまった。すると、今度は2000ギニーの優勝馬ターコマンを買ってきて、ビットーリアに挑んだ。5000フランをかけた、マッチレースで、ターコマンは、ビットーリアのすぐ後ろを追走し、 勝負どころでスパートをかけようとしたが、逆に離されてしまって庭審査で敗れた。納得のいかない、シーモア・コンウェイ卿は、両者の負担重量を変えることを提案した。ビットーリアは貧馬だったので、負担重量を軽減されていたが、それをなくして、バレー重量だけの勝負を求めた。賭け金は、前回の5倍の2万5000フランとした。しかし、シーモア・コンウェイ卿は、 賭けの成立を前にターコマンを売却してしまい、この勝負は実現しなかった。いずれにしろ、シーモア・コンウェイ卿の挑戦は、皮肉なことにビットリアの名声を高めることにしかならなかった。シーモア・コンウェイ卿は、翌1829年にライオネルで念願の対象に勝った。一方のアングレーム公は、翌1830年の夏に起きた7月革命で、 国を追われた。ロイヤル大将この7月革命の後、ルイ・フリップ王の下で、ウマッシュ改良奨励協会が組織され、フランスの競馬を統括することになった。会長は前日のヘンリー・シーモア・コンウェイ教である。競争の名前は、ロイヤル大将となった。王室大将は5月に開催された。1836年にはイギリスに習い、3歳馬のために、 フランスダービーが創設された。初代フランスダービー場となったのはシーモア・コンウェイ教のフランクで、フランクは翌年になって王室大賞に勝ち、フランスの2大レースを制覇した馬となった。その後、モリックとフィッツ・エミリースが両レースを制した。また、1840年に王室大賞を勝ったノーチリはビットオリアの子で母子制覇となった。ノーチリは3歳。 4歳、6歳の時にカドラン賞を参照した。結果的に最後の王室大賞となった1847年の優勝馬はプレデステニーという品馬だった。プレデステニーの元の馬種はシャルルド・モルニ公爵である。モルニ公爵は後の皇帝ナポレオン三世のイフ帝でロンシャン競馬場の建設やパリ大賞の創設に尽力した人物である。モルニ公爵は 競馬仲間のオーギュスト・リュパンと、プレデステニーが5歳になる前に2万フランを稼ぐか、どうかという賭けをした。プレデステニーは、結局、2万フランを稼ぐことはなく、賭けに敗れた、モルニ公爵は、プレデステニーを売り払ってしまった。その後、秋に、プレデステニーは、王室大賞を勝ち、それだけで1万4000フランを稼いだのだった。モルニ公爵、リュパン氏とも、 フランスの G1 競争にその名を残している。ナシオナル大賞1848年に起きた2月革命によって、共和制が敷かれると、レースの名前はナシオナル大賞となった。1852年にナシオナル大賞を勝ったのは、エルビーヌという頻馬で、3歳の時にディアヌ賞を勝ち、コバになってカドラン賞などフランスとベルギーの主なレースを勝って、大陸最良の馬となった。 アンペリアル大将数年後にナポレオン3世が皇帝に即位するとアンペリアル大将に改められた。1854年にはロイヤル・クアンドメームが優勝し、父・ギッチスと不死制覇を達成した。1857年にロンシャン競馬場が新設されたのを契機に距離は6000メートルに延長された。この長くなった帝国大将を最初に勝ったのがモナルクで、 後の名はグラディアトゥールの父である。モナルクはすでに3歳の時にプールデッセとジョッケクリブ賞に勝っていた。ランペルール大賞場所として最多の10勝を挙げたラグランジュ8861年に競争名はランペルール大賞となり、距離はさらに200メートル延長となって6200メートルとなった。この距離はその後約1世紀の間維持された。イギリスでは かつて4マイルクラスの競争が当たり前のように行われていたが、こうした競争はすでに19世紀の初め頃には廃れていたので、20世紀になっても6000メートル超で行われる本競争はフランスのみならず、ヨーロッパの中でも際立った長距離レースだった。一方、3歳馬のためには、パリ大賞や皇太子賞などの高額賞金競争が新設された。1862年に、 ジョッキクリブ賞とロイヤルオークショに勝ったスーベニールは翌1863年にランペルール大賞の勝ち馬となった。しかしフランス国内で高成績を収めた競争馬はより高い賞金を求めてイギリスへ遠征する傾向があった。これらの遠征はほとんど成果を上げられなかった。逆にパリー大賞典など 国内の高額賞金競争をイギリス馬に語れる始末だった。こうした状況をついに打破したのがラグランジュクの持ち馬グラディアトゥールである。グラディアトゥールは前日のエルビーヌの判定で父は1857年の優勝馬モナルクである。グラディアトゥールはフランスに念願のイギリスダービー制覇をもたらしたばかりか、クラシックレースをすべて勝って英国史上2頭目の三冠馬となった。 フランス人は50年前にナポレオンが敗れたワーテルロウの戦いのあだを取ったと喝采をあげた。イギリス人にとっては70回をコすダービーの歴史の中で初めて外国馬の優勝を許してしまった。グラディアトゥールはその後フランスに凱旋してランペルール大賞を勝った。馬主改良奨励協会はこの名馬を記念して1869年からランペルール大賞の名を グラディアトゥール賞と改めることにした。競争名が解消になって最初のグラディアトゥール賞を勝ったのはラグランジュ博のトロカデロで、これもグラディアトゥールと同じモナルクの3区だった。この頃ろを境にグラディアトゥール賞の優勝馬はほとんどフランス産の種ボバから誕生するようになった。トロカデロは 種ボバとなって1881年から1884年まで4年連続でグラディアトゥール賞家中馬を出した。翌1870年にドイツ諸法との間で始まった1870年戦争でフランスは敗れ、ナポレオン三世は捕虜となって退位し、パリも占領された。この年は競馬は中止になってグラディアトゥールショーも行われなかった。 1896年の優勝はオムニウムは、父のユパスもグラディアトゥール賞の勝ち馬で、不死二大制覇となった。オムニウム後に、フランスのリーディングサイアーとなった。また、1897年と1898年に、グラディアトゥール賞を連覇したエルフもユパスの子で、エルフの子シーシックも1909年に、グラディアトゥール賞を勝って、不死三大制覇となった。シーシックは、 フランスダービーも勝ったが、これが、フランスダービー場による、グラディアトゥール賞の最後の優勝となっている。1893年に、コバのための国際競争として2400メートルの、ンセ湯ドミュニシパル賞が、賞金10万フランで創設されると、グラディアトゥール賞はもはやコバにとって、最も重要なレースとは言えなくなった。第一次世界大戦の影響で5年間競馬が、 行われなかった後、1920年の秋に外旋門賞が新設されるとその傾向は一層強まった。グラディアトゥール賞は、賞金面では外旋門賞や混成ユドミュニシパル賞に及ばなかったし、これらのレースを10月初旬に開催するために、グラディアトゥール賞の開催日程を10月末に移動されるような扱いとなってしまった。とはいえ少なくともこの時代には、 グラディアトゥール賞も一流の競争馬を集めていた。例えば1921年の優勝馬踊るはグラディアトゥール賞の他カ,カドラン賞と3000メートルのビアンナル賞に勝ってその年のコバでは最高の評価を得た。1921年と1922年に外戦門賞を連覇したクサールは1922年の秋引退レースにグラディアトゥール賞を選んだ。 しかし勝ったのはフレショワというステイヤで、フレショワは外戦文章で2年連続の2着に敗れていたので、引退レースでフレショワに雪辱を許した格好になってしまった。その後、第二次世界大戦が始まるとパリはドイツ軍に占領され、競馬も中止となった。その後、1943年から1945年までの間はトランブレ競馬場で、 大体開催された。この時の勝ち馬の中には、カドラン賞を4勝し、ドンカスターカップや、グッドウッドカップも制した名長距離馬のマルシャスもいる。終戦後、1946年に、ロンシャイ競馬場で、グラディアトゥール賞が再開された。グラディアトゥール賞は、戦時中の中段を挟みながらも、90年以上に、渡って6000メートル級の超長距離競争として、 独特の地位を保ってきた。しかし、とうとう1956年に4800メートルに短縮となった。その後、1977年に4000メートル、1991年には3100メートルに短縮となった。1971年にヨーロッパ、グラディアトゥール賞は様々な競争体系の整備によって、もっぱらカドラン賞の前哨戦とみなされるようになった。 2008年からはカタールがスポンサーとなり、カタールグラディアトゥールショーとして行われている。2011年には、チェコダービーバ、スイスダービーバの参戦があった。ありがとうございます。